ラエコジュニアのウクレレ動画。はい、カーラエコジュニアです、今日も見てくれて本当にありがとうございます、今日もクリスマスソングをやりたいと思います。今日やる曲のコード譜はこちら。はい、今日はコードを12個使ってウィンターワンダーランドをやりたいと思います。ではまずコードフォームを確認してみましょう。はい、じゃあコードフォームを確認していきましょう。まずはおなじみの C ですね。いつもは1弦の3フレット薬指でって言ってるんですけども、今日はですね人差し指で押さえてみてください。そして次は G ですね。 G は人差し指を3弦の2フレット、中指を1弦の2フレット、そして薬指を2弦の3フレットに押さえます。そして F も出てきます。 F は人差し指を2弦の1フレット、中指を4弦の2フレット、そして E マイナーです。 E マイナーは人差し指1弦の2フレット、中指を2弦の3フレット、薬指を3弦の4フレット、そして D マイナーは人差し指を F の時と同じ2弦の1フレット、そして中指を4弦の2フレット、薬指を3弦の2フレットです。 F に薬指を足したような感じですね。そしてこれ多分新しく出てきたやつです。 F シャープマイナーセブンスのフラットファイブと呼びます。これはまず人差し指をバレーします。このバレーするときにこの親指の位置ちょっとヘッド側にずらしておくと押さえやすいと思います。人差し指で2フレット全部バレーしちゃってください。そして中指で1弦の3フレット、薬指で3弦の4フレットを押さえます。そして G7 は人差し指で2弦の1フレット、中指で3弦の2フレット、薬指で1弦の2フレットです。三角形を作るような感じです。そして A メロが2回繰り返されて、最後 B7 ということができます。 B7 も人差し指が2フレットのバレー、親指の位置注意ですね。そして中指で3弦の3フレットを押さえます。はい、そして今日弾くリズムなんですけども、こんな感じにします。はい、まず右手は普通にジャカ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 なんですけども、ちょっとこう跳ねた感じ、ジャカ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 っていうように刻んでください。そして左手でミュートという演奏をします。ミュートというのは軽く弦に触って弦の音が出ないように、これ弦を全部押さえちゃうとかと音が出ちゃいますので、軽く弦に触るだけ。そうすると右手で弾けるとこういうようなジャッジャッという音が出ます。これミュートした時の音とミュートを外した時の音、ミュートした時の音と、これを混ぜて1234、1234、1234、1234、
な風に演奏してみましょう。 A メロ弾いてみます。ソリに乗って行こう、綺麗な山並みも読んでいる、楽しいウィンターワンダラ。2回目の A メロは最後の小節だけが違うだけです。この最後の小節 B7 が入るんですけど、 B7 が入るタイミングは1233拍目の裏、123ビョンみたいな感じです。ちょっとこっから弾いてみますね。幸せを歌っている楽しいウィンターワンダラン、楽しいウィンターワンダラン。そして次 B メロに入ります。 B メロのコードをおさらいしてみましょう。まず新しく出てくるコードで E というコードが出てきます。 E というコードは人差し指を1弦の2フレット。そして僕の場合だと中指で4弦の4フレット。薬指で3弦の4フレット。小指で2弦の4フレット。こうやって押さえるんですけども、ただですね、この曲の場合、ちょっと省略しちゃいます。実は1弦の2フレットと4弦の4フレット同じ音です。特に、ロー G 弦にしてなければ全く同じ音です。なのでこの1弦わざと弾きません。それなので薬指でこの4本の弦すべて押さえてしまって、この1弦は弾かない。上の3本だけ弾いてください。そうすると B7 に B7 とのチェンジが楽になると思います。そして D7、 D7 は中指を4弦の2フレット、薬指を2弦の2フレット。そしてこれも新しいコードですね。C シャープマイナー7フラット5。これは人差し指を3弦の1フレット。そして中指を1弦の2フレットに押さえてください。では B メロ弾いてみましょう。B メロのここの最初の4小節は一番この曲で盛り上がるところなので、ちょっと弾き方を変えます。雪だるまの周りでこんな風にジャッ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 って弾いてください。雪だるまの周りで雪投げをしようよ、こんな雪が降るけれど体は温かい。ここキメがありますね。雪が降るけれど体は暖かい。最後3連符でタカタカンタカタカン弾いてみます。じゃあ B メロ通して弾いてみます。雪だるまの周りで雪投げをしようよ、で最後の A メロは、コードは最初に出てきた A メロと一緒です。じゃあ B メロからこの最後の A メロまで弾いてみます。雪だるまの周りで雪投げをしようよ、こんな雪が降るけれど体は暖かい。僕らの
ソリに乗って行こう。綺麗な山並みも呼んでいる。楽しいウィンターワンダーランド。青い鳥さえいつもさえずり幸せを歌っている。楽しいウィンターワンダーランド。雪だるまの周りで雪投げをしようよ。こんな雪が降るけれど体は暖かい。雪の天使も僕らの肩に幸せを持ってくる。楽しいウィンターワンダーランド。はい、ミュートを駆使したコードストロークやたくさんのコードフォームを覚えていろんな曲にチャレンジしてみてください。今日やったウィンターワンダーランドのコード譜もう一度最後に、コード譜載せときますので、ぜひスクリーンショットとかで、撮って練習してみてください。それではまた。最後まで見てくれてありがとうございます。これからもウクレレ関係の動画たくさん上げてきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。マハロー。